おそらく中長期的な支援が今後も必要になってくるというふうに赤十字では考えているところです広島赤十字原爆病院から石川県に派遣されたのは医師の岡野博文さんと有馬純一さんです岡野さんは医師や看護師などで構成する救護班として七尾市にある避難所の環境・衛生面を整えたり被災者の健康管理に当たったりしました 隣の布団との間隔がかなり狭い状況で、密集して生活をしているという状況ですね、新型コロナウイルスのアウトブレイクが始まっている状況だったんで、えー、非常にあの、まあ、避難所の状況としては、実はあまり良くない岡野さんは、避難所での食生活が偏っていることや、断水の影響で入浴が難しいことも、感染症につながりやすいと指摘しました。日本赤十字社は 今後も被災地に医師を派遣するほか毛布や簡易トイレなどの救援物資を届けることにしています一方、D マットとして派遣された広島大学病院の医師や看護師5人も12日からの派遣を終えて広島に戻りました5人は石川県で高齢者施設の被災情報の把握や支援などをしました施設職員も被災されてて、でも。 勤務しないといけないいいとけ家のこともできずにずっと働かれているっていうところで、まあ、職員数自体は減ってないんだけれどもやっぱり見た目に分からない負荷っていうのが現場レベルではあるのかなという印象ですね。